はい。日常演技のスプータニックようこそ。さて本日のスプータニックこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ローソンのツナ揚げとハッシュの和菓子ミックスを食べたいと思います。なんか全く接点のない組み合わせです。ではちょっと和菓子ミックスにどんなお菓子が入ってるのか出してみますね。はい、なんか通案とこしあんのどら焼き、羊羹、ミルクまんじゅう、栗どら焼き、どら焼き、こしあんね、これもこしあんか、栗まんじゅう、どら焼きとまんじゅう多いな。あと羊羹、もなかですね。そしてツナ揚げの方の中身はなんかかっぱえびすみたいな、これも美味しそうですね。それでは、まあ、このツナ揚げの方からいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ツナ揚げはサクサクカリカリで美味しいですし、和菓子ミックスもあんこが甘くて美味しいのはもちろんですが、栗やごま餅の食感もきっちり楽しめてとっても美味しいです。これでいろいろ楽しめるっていうのがいいですね。それぞれ大きなサイズで食べたいという思いもありますが、こうしてみんなと分け合って楽しむというのもいいかもしれません。まあ分け合う相手はなんですけどねって、暗くなったの悪いでしょ。まずこのツナ揚げはやっぱり予想した通りちょっと固めのかっぱえびせんのような感じで、ちょっとカリッカリッとした食感と塩気が程よくてとっても美味しかったです。これももっといろんな味出てくれればいいのになと思いました。でちょっと和菓子ミックスについてなんですが、全てにあんこが入っていてそれぞれで違いを出しているといった感じ。まず羊羹、これはもうもちろんチュルッと食べやすくてほんのりと甘いあんこの味が広がってきました。他に余計なものがないので、これが一番あんこの甘さとしては感じやすかったと思います。そしてミルクまんじゅうはほんのり香ってくるミルク感が あんこの甘さとよく合っていました。そしてちょっと失礼、粒あんどら焼きと、これじゃないか、なんかほらこしあんどら焼き、これらはそれぞれのあんこの食感がどら焼きのふんわりとした生地とよく合っていて美味しかったです。どちらのどら焼きも美味しいですね。ほう、つけがたい。そして、さらにどら焼きなんじゃない、栗どら焼き。これは栗あんなので甘さが他とはまた違っていて、栗のほのかな優しい甘さがよく感じられて美味しかったです。でもやっぱり栗どら焼きが一番、この中では好きかな。もちろんどら焼きの中ではですが。で、同じく栗から栗まんじゅう。これは栗どら焼きよりもあんにちょっとパサつきがあるのが残念な気もしましたが、栗の甘さはしっかり感じられて美味しかったです。まあ栗まんじゅうなんでどちらかとパサついてる感がありますが、パサついてるって言い方悪いか。そして餅もなか、これはお餅の食感がしっかり小さいのに感じられて美味しかったです。お餅が好きな方にはおすすめですね。でもこの中で一番自分が今回気に入ったのはこちらのごまもなかですね。ごまもなかの黒ごまは本当に香ばしくて、あんこの甘さとともにしっかり香ばしさが広がってきて美味しかったです。ごまとあんこの相性はいいのは分かってましたが、これは予想以上でしたね。というわけで今回この黒ごまもなかを代表して今回はこのごまもなかを全ての代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは元旦の血に飢えているよこの手先、いや何に飢えてるんだよって、
怖い話ですね。そうそう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。